さあ、今日も来ました。三畳一間。やばい、またハートが。やばい。逃げろ。はい、今日は石川町横浜来てます。今日は月曜日なんですけど、今日と明日ちょっと予定が空いたんで、久しぶりに寿町ちょっとどやりたくなっちゃったんで、遊びに来ました。今多分3時ぐらいで、今回もどや真ん中に宿を取ったんで、そこ3時からチェックインできるらしいんで、前回も泊まったとこなんですけど、早速行ってみたいと思います。寿町来たよ。さあ、寿町着きました。本日も行ってきます。最高ですね。ホテルすぐ着きました。とりあえずチェックインします。スライド、はい、チェックインしました。で、受付こっちなんですけど、泊まるのはこの向かい側の、この建物になります。今日4階でした。さあ、今日も来ました。三畳一間。目の前ドヤだよ。はい、
で、ここの宿が一昨日またネットで予約して3300円でした。一応ことぶき町のど真ん中で、ここを拠点に今夜もことぶき町遊びに行きたいと思います。なんかちょっとカビ臭いっすね、この部屋は。はい、まあ言部基調なんで。はい、じゃあ今荷物一回置いたんで、ちょっと今日まだ飯食ってないんで、ちょっとドヤのセンターの方行って、なんか昼飯探しに、行ってみたいと思います。いや、なんか平日だからか人がめっちゃいる気がする。
今あのストリートの女の人59歳って言ってたけど、ちょっと持ちかけられてしまいました。丁重にお断りさせていただきました。ちょっと飯だな、飯。どうやで、飯を食います。これ、さっき買った。じゃあこれなんかはんぺんいただきます。うめえな。やばい、またハートがやばい。お、やばい、逃げろ。わあ、全然俺もうここで初めて人を決めたんだよ。やばい、なんか悪かったか。逃げろ、やばいやばい。おお、また鳩の大群に襲われてしまいました。飲んでいい？どうぞどうぞ、すいません。月曜日のごとぶき町はなかなか激しいですね。うまい。ああ、うまかった。ごちそうさまでした。じゃあとりあえずそのスーパーでまた酒買ってちょっと探索します。やべえな。いい、じゃあ寿町寿でおめでとうございます。めちゃめちゃパトカーが巡回してます。よし、じゃあちょっと次の目的地に行きます。Thank you.
さあ、じゃあここから昔の、聖地ちょっと小金町を見に行ってみたいと思います。小金町ご存知の方はあれですね、はい、知らない方は知らない方がいいと思います。すごいっす。いやー最高ですな。さあ小金町に着きました。で、まあ20年ぶりぐらいなんでどれぐらい覚えてるかわかんないんですけど、ちょっと練り歩いてみます。だな。この辺はなんかちょっと面影がというか記憶があります。小金町はもう変わりすぎててちょっと面影がたどれません。多分この辺だったと思うんだよな。はい、いやもう昔すぎて記憶があんまりないんですけど、多分この辺だったはずで、今夕方5時20分なんで、夜ご飯もありますんでちょっと寿町の方にまた戻ります。
激アツです、横浜は。火事です。おお、火事だよ。じゃあ一回部屋戻ってきました。戻ってきました。あ、暑で、ちょっと休憩して晩飯食いに後ほど行きます。今5時55分。おお、テレビ。すげえ。いやいやいや、最高ですな。いいじゃん。お疲れ様です、ことぶき町。ソーセージ、ことぶき町。うまいっすね、普通に。はい、この彩り栄養満点の卵。うん、うまい。新聞をもらいました。
はい、今センター来たけどまだ人溜まってます。なんか食いたいな。ないんだよ。ないの。部長にもある。いや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 、今日もすごかったな。